こんにちは。野球ファンの皆さん、MLB の最新情報や注目選手、試合のハイライトをお届けします。私たちは、野球の魅力やドラマを皆さんと共有し、試合の裏側や選手の成長ストーリーを掘り下げていきます。これからも野球の楽しさを一緒に体験し、リンは選手ニューヨーク、メッツは大谷のライバルとされており、守備での貢献が評価されていますが、打撃面では大谷の成績が圧倒的です。 フルーチ氏はリンドーアも素晴らしい選手ですが、今年の MVP は大谷翔平選手だと思いますと解説しています。さらに、元ヤンキースのレジェンド監督上、トーリシア・デレク、ジーター氏、アルバート・プホルス氏、ペドロ、マルチネス氏といったレジェンドたちも、大谷の MVP 受賞に対する支持を表明。彼らは、指名打者としても大谷が圧倒的なパフォーマンスを発揮し、チームを優勝に導いた点を強調しています。 MLB アナリストの古内義明氏、日本テレビ系情報番組 DAYDAY に出演、2年連続3度目の MVP 受賞が確実視されるドジャース、大谷翔平投手30の MVP レースについて言及した古内氏は、今季大リーグ史上初の5050を達成するなど、打率310、54本塁打、130打点。 59盗塁を記録した大谷が MVP を獲得するかについては、ドジャースでの背番号17にちなんで、170%と受賞は確実と断言。その上で焦点は満票か否かとした、大リーグの MVP は全米野球記者協会、BBWAA の記者によって投票される仕組みを紹介。60人の記者が投票するんですよ。1位から10位まで投票するんですが、誰か1人でも大谷選手を2位に投票すると満票にならない。 と説明した、フルーチ氏は、大谷選手は過去2回、満票で MVP を取っています。満票で2度目は史上初です。3回目になると前人未到の記録を作る。と、今回、満票で MVP を受賞すればどれだけの偉業になるかを解説した。過去に DH1000 人の選手が MVP を受賞した過去がないことも紹介。ライバルは打率273、33本塁打、91打点。 29盗塁と打撃成績では大谷に劣るものの、遊撃の守備貢献度も評価されているメッツのリンドアと予想した。ニューヨークのメディアはリンドアは2時間半の試合のうち、守備もしているので1時間以上試合に出ている。大谷は打つだけ、走るだけなの、デプレー時間は15分程度だと、どっちが年間を通して試合に出ているのか、守備をしない選手にこの賞を与えてもいいのかという議論もある。と現地の反対意見も伝えた。 その上で、フルーチ氏は、リンドアは一番のライバルですけど、僕の中では圧倒的に大谷選手だと思っている。リンドアの守備の貢献度も大きい、そこに議論が集中しています。と解説した、ゲストとして出演した MLB のレジェンド監督、ジョー・トーリ氏は大谷翔平選手の可能性について本音で語りました。大谷翔平が3年連続で満票 MVP を受賞する可能性について考えると、 私はは感動せせずにはいられません野球界には多くの偉大な選手がいますが、彼のように多彩であり、しかも圧倒的なパフォーマンスを見せ続ける、選手はこれまで見たことがありません。通常、満票で MVP を取るのは一度でも難しいことです。それを連続で達成するとなると、まさに歴史的な快挙と言えるでしょう。ましてや3年連続でとなれば、それはただの偉業ではなく、神話的な領域に入るものだと思います。 特に今年の彼のプレーオフとワールドシリーズでの活躍は、これ以上ないインパクトを与えたと言っても過言ではないでしょう。肩の怪我を負いながらも出場し、チリムを勝利へと導く姿勢には、私も改めて感銘を受けました。昔、私はヤンキースでの指揮を通じて120に力を発揮し続ける選手は本当に稀です。彼の強い意志と野球に対する真摯な姿勢が、ファンやチームメイト、 そして対戦相手にまで深いい敬意を抱かせてまますまた、ライバルのリンドーアも素晴らしい選手で、彼の技術とリーダーシップは評価に値しますが、やはり大谷の存在感は別格です。リンドーアが打撃と守備で確実な結果を残していることは間違いありませんが、大谷のように投打で試合に影響を与えることができる選手は、今のメジャーリーグにはいない。私はその意味で、彼が今年も満票で MVP を取る価値が。 彼の偉大さを認めている証拠です。そして、それが3年連続となれば、さらに彼の名が不滅の存在として刻まれるでしょう。大谷翔平という選手は、私たちに新たな野球の可能性を見せてくれるだけでなく、後の世代に大きなインスピレーションを与える存在です。彼の成績だけでなく、その一貫した姿勢、リーダーシップが評価されるべきです。さらに、ヤンキースの OB であるデレク、ジーター氏は、 大谷選手の MVP 受賞は妥当だと評価し、ワールドシリーズでのジャッジ選手のパフォーマンスについて、失咤激励の言葉を送りました。今年の MVP 争いについて語る上で、大谷翔平のパフォーマンスが議論の中心にあるのは当然だ。彼はナショナルリーグに移籍してもなお、その存在感は衰えるどころか、さらに際立っている。確かに、彼は指名打者として試合に出場しているため、守備にはついていない。しかしか それにもかかわらず、彼が残した数字は圧倒的だ。打撃成績、特に本塁打数、打点、盗塁、そして出塁率に至るまで、どれをとっても他の選手を大きく引き離している。これほどのパフォーマンスを見せる指名打者は、これまでにもほとんどいなかったと言えるだろう。大谷が MVP を受賞する価値があるのは、間違いないと思う。投打の二刀流が話題になりがちだが、今年は主に打者としての貢献でチームを優勝に導いた。 彼の成績は、守備につかずとも打撃のみでチームにこれだけのインパクトを与えられることを証明している。私は長年、守備も含めて野球は総合力だと信じてきたが、HERDO 親の場合、彼のバット1本でチームを引っ張り、大谷の場合、彼のバット1本でチームを引っ張り、ビーグを乗ろう。胃のバットでチーム、引っ張り、プレーオフでもそしてワールドシリーズでも、その力を見せつけた、怪我を抱えながらも打席に立つことで、 チームメイトやファンに勝利への執念を示した。一方で、ヤンキースのアーロン、ジャッジには、少し厳しいことを言わせてもらいたい。彼もまた今シーズン、素晴らしい成績を残し、ヤンキースを引っ張ってきた選手だ。しかし、今年のワールドシリーズでは、ラッキューミスに加え、バッティングでも不調が続き、期待されたリーダーとしての役割を果たしきれなかった。ヤンキースというチームは、特に大事な場面でのパフォーマンスが求められる場所だ。 ワールドシリーズでのミスは誰にでも起こり得るが、そこから立ち直り、再びチームを鼓舞する姿勢が本当のリーダーシップだと思う。しかし、ジャッジはその場面で光を放つことができなかった。それが今、ヤンキースファンの間で、もしつぼうの声が聞かれる理由だと思う。対照的に、大谷は指名打者としての、限られた役割の中でも、チームへの貢献度を最大限に発揮し、ドジャースを優勝に導いた。 指名打者というポジションの特性上、守備での貢献はないが、彼がバットを握るだけで、試合の流れが変わる。そうした圧倒的な存在感を放つことができる選手こそ、MVP にふさわしいと私は感じる。彼の打撃成績はリーグ内で突出しており、その数字が MVP として評価されるに十分な理由だ。私はヤンキースの OB として、ジャッジにもきシーズン。この悔しさを糧にして再びチームの中心として、 ヤンキースを引っ張っていってほしいと願っている。しかし、今年の MVP は誰にふさわしいかと問われれば、な、リーグ、怪我をしてでもドジャースを勝利に導いた EA。彼のような選手が、MLB の新たな基準を示し、後に続く選手たちに大きなインスピレーションを与えていることは間違いないだろう。また、通算703本塁打を放ち、エンゼルス時代、大谷選手の兄貴的存在だった、アルバート・プホルス氏も。 大谷選手の MVP 論争について言及しました。大谷翔平が MVP の最有力候補として評価されているのは当然だと思うが、アナリストたちがいることには驚きだ。まだそんなことを言ってるのか。と言いたいよ。彼の成績を見れば、数字が全てを物語っている。ナショナルリーグでも圧倒的な成績を残し、怪我を抱えながらもドジャースをワールドシリーズ優勝に導いた。彼がこのリーグに登場して以来。 どれだだけのインパクトを与えたかは明白だそれなのに、いまだに彼が MVP にふさわしいか、疑問視する意見があるなんて、正直言って理解できないよリンドーアも素晴らしい選手だが、打撃成績を比較した時の差はあまりにも大きすぎる。リンドーアの打撃成績ももちろん評価に値するものだが、翔平のバットが生み出した結果と比べると、その差は一目瞭然だ。彼の本塁打数、打点、出塁率、OPS。 全ての数字が際立っている。MVP の議論をする際、やはり選手がチームにもたらす影響と、その圧倒的なパフォーマンスが求められるべきだと思う。リンドーアが優れたプレイヤーであることには間違いないが、翔平の打撃成績を前にすると、正直リンドアの成績は平凡すぎる。さらに、彼のような選手が今後再び現れるか、どうかもわからないという点も見逃せない。翔平は投打の両方でインパクトを与える数少ない選手だが、 今シーズンは打撃に専念し、怪我を抱えながらもチームに貢献し続けた。彼がワールドシリーズの大舞台でもその情熱と覚悟を持ってプレーし続けたことは、プロフェッショナルとしての姿勢そのものだ。私は長年野球に携わってきたが、彼ほどの才能と努力を兼ね備えた選手本当に稀だし、MVP に選ばれるのは当然のことだと思う。だからこそ、彼の MVP 受賞に懐疑的なアナリストたちには失望を禁じえない。 彼らは本当に彼の成績を見ているのか。指名打者だからといって、彼がチームに与えた影響を無視するなんて、それはあまりに浅はかな考えだ。守備についているかどうかよりも、いかにチームに貢献したかが MVP にふさわしいかどうかの真の基準であるべきだろう。翔平が守備につかずとも、彼の打撃が試合を変え、チームの士気を高めた。その点で彼が最も MVP に値する選手であることは疑う余地がない。 私たちはエンゼルスで共に戦った仲間であり、翔平の努力や情熱を間近で見てきたからこそ、彼の MVP 受賞は本当に感慨深いものがある。彼はただの才能ある選手ではなく、彼のパフォーマンスは全て努力の結晶だ。ナショナルリーグに移籍しても、その努力を惜しまない姿勢は変わらず、むしろその覚悟がますます強くなっているように思える。アナリストたちが同様と ?1 位。2 2-0、彼の成績が MVP にふさわしいことは誰も否定できない UUI。彼こそが MVP であり、彼のような選手がいることで野球がさらに盛り上がり、次世代の選手たちに素晴らしい影響を与えているんだ。また、通算219勝、3度の際、ヤング賞を受賞した、伝説1、ペドロ・マルチネス氏は、MVP 論争に対して一石投じる発言をしました。 大谷翔平が MVP の候補として議論の中心にいることは、私にとっても喜ばしいことだ。彼の成績とチームへの貢献を見れば、彼こそが MVP にふさわしいことは明らかだ。彼のような選手は歴史的な存在だと言っても過言ではないし、その圧倒的な打撃成績は他の誰とも比較できないほどだ。しかし、それでも指名打者であることに疑問を持つアナリストがいると聞いて、私は少し苛立ちを感じている。 この話をするたびに、私はデビッド、オルティズを思い出さずにはいられない。私たちはレッドソックスで共に戦い、彼もまた指名打者として数々の歴史的な場面を作ってきた。彼の打撃はいつも素晴らしく、特にプレッシャーのかかる場面での勝負強さはチームにとって計り知れない価値があった。彼が MVP 候補として議論されることも何度もあったが、指名打者というポジションのために結局その栄誉を逃した。それがどれだけ悔しかったか。 私も彼の仲間としてよく知っている。それでも、大谷翔平にはその壁を乗り越えてほしいと心から願っている。彼がリンドーアをはじめとする他の選手たちと比べても、打撃成績で頭一つ抜け出していることは誰の目にも明らかだ。出塁率、本塁打、打点、盗塁、そのすべてがリーグトップクラスであり、これだけの成績を残した選手が MVP 出ないとしたら、それは野球に対する不公平だと思う。 リンドも確かに優れた選手だが、彼の成績と比較すれば、翔平の数字がいかに際立っているかがよくわかる。さらに、翔平はただの打者ではない。彼は投打の二刀流で野球界を変えた革命的な選手だ。今シーズンは投手としての役割を担っていないが、それでも打撃だけでドジャースを優勝に導いた。抱えながらもチームに貢献する姿は、まさにリーダーの姿そのものだ。私は彼のような選手が MVP にふさわしいと思うし。 オルティズもまた、翔平の活躍を喜んでいるはずだ。オルティズが指名打者でありながら、MVP 級のパフォーマンスを発揮しても評価されなかったことは、私たちレッドソックスの仲間としても無念だった。だが、時代が変わり、翔平のような選手が再び登場したことで、指名打者にも MVP のチャンスがあることを証明してほしい。もし翔平が MVP を受賞すれば、野球に尽くしてきた選手たちにも大きな意味を持つだろう。だから、 彼の MVP に懐疑的なアナリストには一言言いたい。彼が守備につかないからといって、その貢献を軽視するのは間違っている。オルティズが残してくれたもの、大谷が今成し遂げているもの、それらが指名打者の新たな基準を作っているんだ。翔平の MVP 受賞は、彼自身の努力だけでなく、指名打者の価値を見直すきっかけにもなるはずだ。私は彼の MVP 受賞を心から期待しているし、それが実現すれば野球の歴史に新たなページが。 じゃあ、皆さんはどう思われましたかでは、このニュースを見た人々のコメントを見ていきましょう。大谷、間違いなく MVP。リンドーアもすごいけど、大谷の打撃は圧巻だね。3年連続で満票 MVP なんて歴史的な快挙だ。指名打者でもこれだけの貢献をする大谷はすごい。大谷の成績が突出してるのは明らか。リンドーアの守備も評価されるけど、大谷には勝てない。 ヤンキースファンだけど今年は大谷が MVP だと思う。大谷が歴史を変えた。クホルスも大谷を認めているのが嬉しい。大谷の努力と才能には感動する。大谷が MVP じゃなかったら納得できない。怪我を抱えながらもこの成績。すごい。ヤンキースのジャッジも頑張ったけど今回は大谷かな。DH としても MVP に値するのが大谷の凄さ。大谷は投打どちらでも歴史に残る選手だ。彼の成績を見れば。 文句のつけようがないリンドーアもいい選手だけど大谷は別格。MLB が大谷に対して正当な評価をしてほしい。満票 MVP を取ったら本当に伝説になる。大谷の成績だけでなくその姿勢も素晴らしい。大谷が3年連続で MVP 取ったら野球界の神話だ。リンドーアと比べても数字が圧倒的に違う。通り監督が大谷を称賛するのは納得。DH だからといって評価が低いのは残念。 大谷ががを辞めてもこれだけ活躍できるのがすごい。プホルスやマルチネスが大谷を支持するのは嬉しい。ヤンキースファンだけど、今年の MVP は大谷だね。大谷が今後も活躍してくれることを祈る。大谷が MVP であることは明らか。リンドアもよい選手だけど、MVP は大谷だ。怪我を抱えながらのプレーに心打たれた。大谷の成績と貢献度を無視するのはもったいない。 大谷が MVP を取ることで DH の価値が再評価される。大谷翔平が MVP にふさわしい理由がよくわかる。彼の打撃成績は誰にも負けていない。DH が MVP になってほしい。大谷のプレーが本当に感動的だった。野球ファンとして大谷の MVP が楽しみ、大谷の成績が野球の歴史を塗り替える。リンドーアーも素晴らしいけど、大谷は特別だ。彼のような選手が今後また出てくるかわからない。 指名打者としての価値を証明したね。大谷の MVP 受賞を楽しみにしている。投打両方で歴史を変えた大谷は本当にすごい。大谷の努力と貢献が報われることを願っている。大谷が指名打者の価値を上げてくれた。野球ファンとして彼の MVP は納得。大谷が MLB に与えた影響は計り知れない。大谷翔平。私たちの誇りだ。怪我を抱えながらも素晴らしい成績。 野球界が彼をどう評価するか注目。大谷の MVP は確実と言っていい。DH でもチームにこれだけ貢献できるのはすごい。リンドウアもいい選手だけど、MVP は大家だ。野球ファンなら彼の MVP 受賞を望む。3年連続で満票 MVP なんて夢のよう。大谷が今後も活躍してくれるといいな。彼の成績が DH の可能性を広げた。リンドウアも応援してるけど、今年は大谷。彼のような選手がいるのは野球界の宝。 大谷が MVP を取ることで新しい歴史ができる。プホルスも彼を認めてるから間違いない。大谷のプレーには夢が詰まっている。今年の MVP レースは大谷が本命だ。満票で MVP 取ったらすごい記録だね。大谷の努力と才能には尊敬しかない。彼が残した数字は誰にも負けない。ヤンキースファンだけど今年は大谷だ。彼の打撃成績がすごすぎる。彼の MVP が決まったら嬉しい。大谷翔平の成績が素晴らしい。 インドアもいい選手だけど大谷には勝てない。DH だからって評価が下がるのはもったいない。大谷が MVP になったら野球界の新しい歴史、大谷の努力が報われてほしい。野球ファンとして彼の MVP は嬉しい。大谷が歴史に残る選手であることは間違いない。彼の打撃成績は圧倒的。大谷の MVP 受賞を楽しみにしている。プホルスも彼を認めているのが誇らしい。大谷が MVP を取ることで DH の評価が変わる。 野球界に彼のような選手がいてうれしい。満票で MVP 取ったら本当にすごい。野球ファンとして彼の活躍が誇らしい。彼の成績と貢献度が MVP に値する。彼が残した成績は誰にも負けない。大谷のプレーに心打たれた。DH が MVP になる日が来るなんてうれしい。大谷が今後も活躍してほしい。インドロアも良いけど今年は大谷。大谷翔平が野球の歴史を変えた。彼の努力が MVP で報われるといいな。 3年連続 MVP なんてすごい。DH の価値を彼が証明してくれた。プホルスも彼を認めているのが嬉しい。大谷の努力と才能に拍手を送りたい。野球ファンとして彼の MVP は納得。大谷が MVP を取る日が待ち遠しい。彼の成績が野球の未来を切り開いた。大谷の MVP 受賞を期待しています。